リック・リーチ、リック・リーチ、リック・リーチ、1964年12月28日隊は、アメリカ・カリフォルニア州アルカディア出身の元男子、プロテニス選手。長年にわたり、アメリカを代表するダブルスのスペシャリストとして、活動してきた選手である。リーチのツアー経歴は1984年から2006年まで20年以上に、及び、 その間に ATP ツアーでダブルス46勝を挙げた。四大大会では男子ダブルス5勝、混合ダブルス4勝を挙げたが、どちらも全仏オープンのみ優勝できなかった。日本のジャパンオープンでも1992年1993年2001年の3度優勝がある。左利き、自己最高ランキングはシングルス110位、ダブルス1位。 リーチ家はアメリカでも名門のテニス一家として知られ、父親のディック・リーチ、リチャード・リーチシニアが3人の息子たちを指導した。リックは3人兄弟の次男で、長兄のマイク・リーチは男子ツアーでダブルス4勝を挙げた自己最高ランキング、シングルス29位、ダブルス15位。松の弟ジョナサン・リーチが、リンゼイ・ダベンポートと結婚したことから、リックはダベンポートの義理の兄になる。 次男のリックは1984年から男子ツアー大会に出場し始め、南カリフォルニア大学卒業後の1987年にプロテニス選手となった。リーチはプロ転校後、ダブルス第一戦となった1987年6月のクイーンズクラブ選手権、ウィンブルドン前哨戦の一つで決勝戦に進み、その後2勝を獲得した。1988年、リーチは 同じアメリカのジムピュートのコンビで大幅な躍進を遂げ、ダブルスで年間8勝を挙げた。1988年全豪オープンの男子ダブルスでリーチは最初の4大大会優勝を達成する。全豪ダブルス決勝でジェレミー・ベイツ、イギリスピーター・ルンドグレン、スウェーデン組を6から3、6から2、6から3で破った二人だが、全米オープンではエミリオ・サンチェス セルフィオ・カサル、共に、スペインとの決勝戦に出場できず、不戦敗で準優勝になる。サンチェスとカサルには、年間最終戦のマスターズダブルス決勝で、接続した。1989年は、全豪オープンで、男子ダブルスに連覇を果たすが、ウィンブルドン男子ダブルスと、全米オープン混合ダブルで準優勝があった。1990年、リーチは、ウィンブルドンで、 男子ダブルス、混合ダブルスの二冠制覇を果たす。男子ダブルスは、ピューと組み、混合ダブルスは、ジーナガリソンと組んで優勝を決めたが、ウィンブルドンでは両部門とも唯一の優勝になった。1991年、リーチとピューは、全仏オープン男子ダブルス決勝で、アンダースやリードジョン・フィッツ・ジェラルド組に0から6、6から7で敗れて、準優勝になった。二人は、 同年の全米オープン2回戦敗退を最後に4年間続けたコンビを解消した。ピューと別れた後、リーチは1993年3月までケリー・ジョーンズとペアを組んだ。1992年はジョーンズとのコンビで全豪オープンと全米オープンの男子ダブルス準優勝があった。1992年と1993年、 当時、ジャパンオープンは、春の4月に開催されていた。1993年の全米オープンにおいて、リーチはついに全米男子ダブルスのタイトルを獲得する。パートナーは、ケン・フラックと組決勝で、チェコペアのカレル・ノバチェクマルティンダム組を6から7、6から4、6から2の逆転で下した。1995年全豪オープンでは、混合ダブルスで、 ナターンシャ・ズベレワと組んで初優勝し、リーチにとっては1990年ウィンブルドン以来の4大大会混合ダブルス優勝となった。その後もリーチはダブルスで優勝を積み重ね、1997年は全豪オープンと全米オープンでマノン・ボー・ラグラフ、オランダと組み、混合ダブルス年間2冠を獲得した。1999年には、 全仏オープンで混合ダブルス準優勝があり、パートナーは、ラディサネーランド、ラトビアであった。8年前の1991年に、ジムピューと組んだ男子ダブルス決勝以来の舞台で、彼はついに全仏オープンだけは優勝できずに終わった。2000年には、エリス・フェレーラ、南アフリカと組んで、全豪オープン優勝、全米オープン準優勝を記録し、 リーチは1989年以来11年ぶり3度目の全豪男子ダブルス優勝を飾った。2001年には開催時期が10月に変更されたジャパンオープンでイーフェレーラと組んで優勝している。リック・リーチはプロ入りした1987年から2001年まで15年連続男子ツアーのダブルス大会で優勝してきたが、その彼にも 年齢的な衰えが訪れ始め、2002年と2003年は年間未勝利に終わった。2004年、40歳に近づいたリーチは、ブライアン・マクフィートペアを組み、2月末のスコッツデール大会で、久々のツアー優勝を果たす。この年は他に3大会の決勝進出があった。2005年7月、リーチはマクフィート組で、ロサンゼルス大会に優勝し、40歳7ヶ月の、 年齢で最後のタイトルを獲得した。最後の決勝戦では、イスラエルペアのジョナサン・エルリックアンディラム・ムクミウ6から3、6から4のストレートで下した。20年以上の長きにわたり、ダブルスのスペシャリストとして一時代を築いた選手は、2006年7月のワシントン DC 大会で、ラモン・デ・エルガド、パラグアイと組んだ2回戦敗退を最後に、41歳半の 恒例で現役を引退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。